著者、吉川英治。どずの百。ち、ちち、ちち、と、沢千鳥の声に、春はまだ、峠はまだ、寒かった。この目頃のソリンにすいて見える山々のひだには、鮮やかに雪の風が白い。あなた、あなた、おいは、 力なく前に行く人を呼んだ。彼女の十軒ほど前をサンゴベは黙々と歩いて行くのだった。振り向いて棘のある目が。なんだ、と邪軒に言った。生まれてまだ六月か七月ぐらいな赤子を背に疲れた足を弱々と引きずってきたおイネにはその十軒の幅さえ追いつくのに努力だった。 ことによほど急ぐ飛脚か世間を隠れて渡る人間でもなければめったに通らない公州の裏街道大菩薩から言葉を超えるというのは絡みでも女には初めから無理な道なのである少し休ませてこの子にも父をやらなければいのこれまでにお梅までつきたいがもうここまでくればおいねば 道しるべの石を読んで、そのまま草の上へ座ってしまった。赤子を下ろして彼女は白い胸の肌を広げた。サンゴベイは明らさまな火の下で女の黒い乳首と、それをむさぼるように吸う赤子の顔をちらと見て。ジュラって旅だな。と暗くなった。背中合わせにどっさりと草に腰を下ろして、こんな上司じゃ。 いつ江戸表つっことやろ。人のせいみたい。と、お稲は恨むようなま差しで。これは、誰の子ですえ知れたことを言うな。自分が無理に言うことを聞かせたのよも、自分がこってり産ませた子を邪魔にばかりしてさ。まったく、邪魔だ。俺はなぜ、こんなものを、持って歩かなければならないのかと思う。今更後悔したところで、二人とも。 どうにもならない話でしょ子ができたから捨てようとしても、今度はこっちで捨てられやしないからね。一生涯離れやしないから。<laughs> どうでもなれ。サンゴベイは吐き出すようにつぶやいて雲を見ていた。彼は女の言葉がいちいち村上三之丞の代わりになって、とげとげしく自分に責め逆らってくるように思われてならない。 帰り家だ。俺は正しく三の城に帰り家になっている。こう考えると三五兵衛はたまらなくいまいましかった。顔を見てもムカムカしてくる。お稲も子供も。また、この子にしても果たして自分の子か三の城の子か、それも疑問だ。鮎川の見つけの軍内部屋へ泊まったのがちょうど去年の寒い頃で、 おいねは、その時、とった女だった。世話になっているニスケの目を忍んで、用心棒の三ンノと、良くない恋を盗んでいるのを知って、自分が無体に力ずくで連れ出してしまった陰譜なのである。三ンノのやつ、後で、どんなにベスを書いているだろう。と、想像して、彼は、彼特有な、 しつっこい復讐感を満足させるとともに、一面にはおでの若さを、陰謀性を、思うさま、もて遊んできたのであったが、子供が、と、女に、体の異常を告げられて初めて、ぎょっと寒いものを感じた。が、追いついたさだではない。悔やんでみたところで、こればかりは、安なり三五兵衛にも、どうにもならない。 悪縁だ。江戸にしるべがある。せめて、子供の育つまで、そこにでも。と、女に言って、一年ばかり潜っていた新秋寺から、江戸の空へ、さまよい出た途中なのである。ねお前さん。父を含ませながら、お稲はくどく、神経質に、男の煙りを見つめて。吐いたんでしょもう私に。でも私は。 死ぬまで離れやしないからね。うるせえ。と、サンゴベイは缶をあげて、くさくさだ、しつっこい。えらいっても他人の家へ私だけ預けて、なんて嫌なこった。だから断っておくんですよ。サンゴベイは果てしがないと感じて黙ってしまった。そして笛袋から彼の愛敵、発汗症と命のあるそれを抜いて、 たまらない重苦しさから逃げようとした。昼の雲が春の根壁をまだらにしている白い雲が明るくまばゆく動いている。サンゴベイは頬のそげた顔を少し仰向けた。そして、ひゅらりひゅらりと横笛を吹き出した。に、どんな木でいるんだろう お稲は男の服笛にからかわれるような気がした。血がイライラしてそれをひったくって二つに折ってやりたいほどな心にかられた。はあ、嫌だ。指の穴へ指を買って、よしてくださいよ、笛なんか。バカバカしい。と、口汚く言った。でもン個べえがやめないでいると、お稲は目の色さえ険しくして、やめないの やめなければ、と、横から笛を掴んだ。三五兵衛は眉間を寄せて、何をするんだいやめないからさ。辛いのが私は、この笛の音を聞くと雑多する。そうだろう。てめえの前の男、村上三の城も、この音を聞くと、身震いをしたものだい。てめえが嫌うのも無理はね。あなたは、ハニみたいな人だ。ハニ、ハニ。そうだ。 鬼よりも血が詰めたから、孤独な人間はこうなるのが当たり前。それも元はといえば、三之条のためだった。美貌で陰険な、あの三之条の奴が、俺の妹を惑わして、俺の屋敷を乱しさえしなければ。と、もう、遠い過去になる追憶に、ふと、強い憎悪と、恨みを、瞳に焚いて妹も死なぬ。血も死にはせなかった。従って、 この安なり三五兵衛も、当たり前な縁取り暮らしに、当たり前な人間の月日を、国元で安穏に過ごしていたに違えねえ。それを旅から旅へ。赤の落ちねえ老人五郎、好きな笛を型にして、今日は秩父、明日は御岳と、宮祭りの笛吹きにまで見落として、こう妙にすねてしまったのも、持って生まれた根性ばかりではない。あいつのためだ。三の嬢が巻いた種だ。 じゃあ、どうせお前さんは、相川部屋であの人に会ったとき、仇なら仇と言って、撃ってしまわなかったんですかと、お稲は、質問するような、鋭い言葉で、それよ、それよ、と、悔しそうに涙ぐんだ。肩で息をつきながら、陸さに満ちた瞳を向けて、なんですよこの様は、仇の女を、無理に自分のものにして、それがなんで面白い 犬畜生も同じことだ。武士らしくもない。なんとでもわめけ。三五兵ベは、ほろ苦く笑い消して、俺は、あいつを、あの弱い、男っぷりのいい、三のノという仇を、滅多に殺すようなことはしない。生かしておいて、俺の受けた苦痛だけを、生涯に、返してやるのだ。それが、笛吹き五兵ゴベイの仇打ちだ。仇打ち以上の、仕返しなのだ。 はあ、帰りたい。この子さいなければ、この子さえ。と、お稲は、だ代して。どうしているだろう、歯の人は。いつでも暇をやるから、帰るがいい。てめえとの仲を裂いて、三の女を苦しませてやることは、もう十分に済んでいる。帰って、今じゃこっちの足でまとい。帰ってくれれば、ありがたいのだ。誰がと、お稲はもう、挑戦的に。 帰るもんか。死ぬまでも。今度は、こっちでお前さんを、苦しめてやる番なのだ。覚えておいでよ。だが、帰そうなのは、生まれたその子を、本みたいな、てて親を持って。それだって、誰の子かわかるものかい。だんだん、三之丞に似てくるようじゃねえが。寝ても起きても、父を飲ませる間も、私が三之丞さんのことを、忘れないで、昼せいでしょうよ。言ったな 言いましたとも。どれと、笛袋を帯に挟んで、三五兵は先に歩き出した。どうあろうと、形だけは夫婦でありながら、仇以上に呪い合っているこの二人が、とうとうと、二股尾から大梅塾を抜けて通ったのは、あくる日だった。宿を出て、裏街道をだらだらと下がってくると、もう海みたいな武蔵野が眺められる。 峠とは陽気もまるで違って、桃も暗図も散っていた。道端に繋がれているたくさんな馬の群れが、盛んに草を送っていた。すると、その付近の崖の影から、おう、旦那、そこへ行く、旦那へ、と、誰か不意に声をかけた。えと、振り向くと、何か知らねえが、おごしのものは美味しそうですぜ。 サンゴベイ注意した。三。帯を撫で回して。ああ、笛が。と、気がついたサンゴベイは、日向で笑いながらこっちを見ていた男へ。親切にと、目で絵尺を送った。ええ、と、向こうでも。二十歳をちょっと出たぐらいな男で、百姓とも見えず、 かたぎでもなかった。小太りで色は黒いが、夏目みたいな丸っこい目に、たくましい体とは、ふつり合いな愛嬌を称たたえている。サンゴベイはその口にくわえているキセルを見て、ようひとつ、と、自分もタバコ入れを出して寄っていった。だいぶ、後ろになったお稲が来るのを、そこに待ち合わせながら、サンゴベイは見回して、 長いのお大層、馬が集まっているな。ええ。明日は八王子に馬市が立ちますんで、古酒の暴露がたくさん上がってきております。馬市か、どうりて。どんな大菩薩から山越えでございましたか。やっぱり馬市をご見物でいや、と笑って。馬には用はね、江戸へ行くのだ。でも、年に一度の大市。 せっかくですから一晩ばして、見ておいでなさいまし。江戸のものならおのこと、いい土産話になりますぜ。トイソーを進めるな。そっちも、その馬市へ行くろうかええ、あしは、菓子屋の百というもんで。菓子屋がなんで馬の番をしておる馬の番にじゃあございません。こう、ぼんやりしているようですが。じ実あ旦那。と、百は、後ろの藪の奥へ、キセルを刺して。 バグロシーがマイケーキに戸場を開いておりますので、もし八州の手先でも来てはと、こうしてハリバ番を頼まれているんです。ほう、手慰みをやっているのが、普段バグの金場や馬邸の仕事をもらっているお得意様なので、嫌とは言えません。超えるでしょ、う、壺の音が。うん。のこのこ、そこんなものらしい。一応目当てに諸国から入り込んでいる長脇だしも混じっているので。 荒っぽくなります。それに、の天幕寺でも明日の当てがあるので、もとがいくらでも駒を回しますからね。木陰から、かすかに金の音が漏れてくる。三五兵は心を動かした。江戸へ出ても、すぐ落ち着きを得られればよいが、もしかすると、早速にも、女連れ、血の見子連れで、路頭にも迷うような、頼りない懐だった。やぐ ちょっと、覗いてもいいかそう、どうぞ。と、先に立ち上がって、ご案内いたしましょう。何少しは、ヤクザな飯を食ったから、蕎の様子はわかっている。それよりは、後ろから俺の連れが来るんだが。え、どんなお方で、ね、赤顔をぶった足弱な女だ。ここを通ったら呼び止めて、しばらくその辺で、休んでいろと言ってくれ。言い残して、彼は、藪の中へ入っていった。 旅かぐらの道楽者、川氏、鈴見市、などと一緒に、ヤクザもし尽くした、笛吹き三五兵である。才を持てば、という自信があったし、相手は曝露、甘いと見ていた。と、やがて、お稲の通る姿を見かけたので、百は呼び止めて、三五兵のことづてをした。彼女は、いい幸いのように、背中の赤子を下ろして、それは、 賑やかなことでしょうね。と、百の語る馬市の話など、上の空に聞いていた。百は子供が好きと見えて、覗き込みながら、女の子で、そうですか、もう、丸一つに近いにしては痩せている。父がよく出ないので、そいつはいけねえ、海藻に。などと、大なく、どれ、疲れているだろう。足が少しらっこしてあげやしよ。とも。 お犬はすぐ彼の手に預けた。まったく半日でも一時でも子供のない体になってみたいと思っているほどなので。笑ってるぜ。本人、赤子でもこの好きなお方はよく知っていると見えて。だがこんなのを背中におぶっておめえはよく裏街道をこいできなすったね。ひどい山で難儀をいたしました。そうだろうとも。 百はいたばるような目で足をさすっているお稲を眺めた。男でも言葉や大菩薩を超えてくるものは滅多にない。なんだってまたこんな道を。小主人は少し触りがあるものですから。何か深いわけがありそうなので百は口をつぐんだがじっと赤子の顔を見て、こんな可愛いやつが一人あったらいいな。どんなにお袋の慰みになるかもしれねえ。 お稲は百の一人ごと不思議そうに聞いた。こっちは捨ててしまいたいとさえ思っているのに、とからかいに、あげましょうかと言うと百は顔を赤くして人の子じゃ、と笑い消した。ビンタに焼けどっぱげの一つもあるか、額に向こう傷でも持たなければ家事屋職人らしくないが、百はその家事職でいて広くむくな。 ルずれの見えない男だった。自体の天博地の立場でもしようという男に、女から話しかけられて、顔を赤くするなんていう育児なしは少ない。その代わりに、こんなのが一本木というやつで、もしその女にかかるか、何かの間違いに起こったらひどいことだろう、と、おいねは思った。おや、他人の手は知っている。案外が違うと見えて、ベスを書き出したよ。 ありがとう。さ、もうこっちへ。と、お稲が手を伸ばして、こう抱き取った時だった。サイの音、駒の音が、時々するほか、ひそりとしていたヤブの奥で、ふいに、イカ様と、鋭い声がした。途端に、蜂の巣でもついたように、わっと大勢の空気がどよめいた。二声、三声、さっき走った言葉が、そこでつんざいたかと思うと、やっちまえ 木の折れる激しい音や、矢部のそよぎと一緒に、七八名のドスに呼ばれたった笛吹き三五兵の姿が、崖を向こうへ踊り越えて、鹿のように先へ走っていくのが見えた。四。リアンクと思って油断していたら、ひどい食わせ者だい。ちゃんの間に、イカサまで、四十両ほどせしめやがった。うまく、捕まえてくりゃいいが。 殴り殺しに飲めしてくれなくっちゃ。元も子も取られちまった俺なんざ。一番に腹の虫が収まらんねえ。ろうたちはそこを崩れて、十二三人ほど一群れになって、がえがえとやぶを出てきたが、はい、いや、と、お稲の方へ顎をさして、か抜けてるぜ。んこの辺の女じゃねえな。と、いやしい目つきで囁きあった。そして、とが。 百の耳のそばで、俺は、どこの誰で、と、尋ねた。百が何気なく、今、戸麦から追われていった浪人の連れの者だと話すと、曝郎たちは険しい目を、お稲に集めて、こいつは、いい人質を置いていきやがったぜ。おい、ご心臓。と、立ちかけた彼女の肩をついて、その周りを取り巻いた。おめえの手しか何か知らねえが、あのイカ様浪人めに、 俺っちは四十両も巻き上げられたんで。あいつが捕まってこれや、飲んだ駒を吐き出せるが、さもねえ時には、おめえは人質だ。そこ、を動くことはならねえぞ。そうだい、この気泥なら、四十両には売れるだろう。明日の一手かあさか。かと、どっと笑って、こぶつきじゃ。何、そんなものは、少しばかり金をつけてやれば、どこへでも肩がつく。野生に満ちた、多数の目である。 じろじろと無遠慮に女の襟足を見、横顔を覗き、曲線をなで回して騒いでいたが、先にサンゴベを追っていった長脇差しのうち、二人が息を弾ませて、今々し畜生だいと叫びながらそこへ帰ってきた。この辺りの土地を、いわゆる縄張りと称して都政している羽村のとめに、青梅の肝臓という男だった。おう、ウェブン。 バクロたちは掘り向いて、どうしました相手のやつは。え、まくねえが、やられちまった。その上に、フッサの悪いやつが一人、後ろから浪人の腰帯にしがみついたところ、抜きやびせに、腕のつけながら、こうくらって。え、やられたんですかもろに、右の片腕を落とされてしまったんで、今みんなして、フッサの部屋まで担いでいった。イカ様、クし。とサには一人、片腕にやられるし、なんてざまだ。 きっと、この仕返しはしてやる。親分、それには、ここにうめえ人質がある。そいつを取りに、明日の位置へ、あの狼をおびき寄せちゃうどうだろう。もし野郎がその手に乗らなかったら、女を売り飛ばして、イカまで踏んだくられたわけ前と、ふっさのわけえ者の治療台に当ててしまえばいいでしょう。なるほど。踏めるな。と、肝臓は、お稲の襟足からつま先を、 目でなで回して。野郎はるを取りにするとは、どうするんだ女は明日うまいちで入れ札にして売り飛ばすということを言いふらすんで。面白がろう。じゃあ、羽村の後で相談に行くが、おめえ預かっておくか株付きじゃありがたくないが、連れて行こう。だが、途中であの連子のトカゲに横取りされちゃ危はちだ。 十人ばかりの曝郎が、羽村の止めとお稲の周りを取り囲んで、近道のどんぐり坂を下って送っていった。他の曝郎連中も馬を引いて、八王子街道の方へ思い思いに。百は、一人、ぼんやりと塞いでいたが、やがて彼も裏宿の地金屋から小物包みの荒金を受け取ると、それを語り、田無の家へ帰った。 黒髪を分けたような青すすきの武蔵野を縫う一筋の大梅街道を三木、ぎ、上宿とにりばかり歩くと田無しだった百の家はそのわずかな個数の部落からさえ離れた野中の一軒家だががっしりとした建て方で母屋の炉の前にはうなぎも柱も真っ黒な仕事場の食い子土間を抱えているそこの戸を開けて百はおかあ 今、消えたぜ。と、肩のものと一緒に、胸の中の草くさ,くさまで束にして、おっぽり出すように、ガチャンと、土間の地面へ、大きな音を響かせた。五。裏で、おけぶらの竹口をいぶしていた母のおしげは、振り向いて、やこかよあう、おらだい。遅かったの。 おかんは取り目だから、早く受け入ろうと思ってたが、馴染みの爆露所に頼まれ事をされて、つい嫌と言えず、なんじゃえじのケーで土爆地がおびらかれたんじゃ。それで、アリバンを頼まれちまって、バカ者が、これから先、そんなことを頼まれるでねえぞよ。ほら、爆地が嫌いだが、つい地金を仕入れる金が少しばかり欲しかったものだから。 なんかもらって、もし、発祝の大旦那にでも捕まったら、のしゃ、どうすると、いつにない激しい母の小言だった。百は頭をかいて、<ん>ああ、やめた。今日限り、頼まれても、そんなことはやらねえに決めたから。安心させちゃえ。だが、くたびれたろう。世に入り、目の悪い草にして、お母はまた、自分で巻き終わって炊いたのか。 だって、我は帰らず、我が帰ってから、風呂よ、飯よでは、じれったかろうが。そんな無茶をして、またこの間みたいに、なたで怪我をするといけねえぜ。と、百は帯をほどいて。日が暮れて、おっかが手探りをし始めると、おら、はらはらする。着物を脱ぐと、百は、その荒金みたいな黒いたくましい体を、風呂系いっぱいに沈めて、 いいよだ。ぬるくはねえかよ。ちょうどいい。ああ、い、え、い、え、気持ちだ。すまねえな、お苦労。何よ、こ,こだ、改まって。いやあ、ほんとに、すまねえよ。おら、いつも腹ん中じゃ、手を合わせていたんだが、せっかく、年季を込めた師匠に波紋を食って、馬の金靴だの、百姓のスケクわばかり、転換、転換叩いていちゃ、いつまで楽はさせられねえ。だから、 主も、爆章ちの張りなどに頼まれて、日を凝らしていねえで、一生懸命に腕を磨っこっちゃぞ。そうだ、そうしなければ、武蔵野獣安茂、田無の刀屋敷と言われたこの家に住んで、ご先祖様に申し訳がねえ。そうとも。お重は、燃えいぶるかまどの前にうつむいていた。もう、泣いているのである。上手とは言われなかったが、 とにかく仙台までは、ただしの刀鍛事で相当に暮らしていたのが、か百之助の代になって、百姓鍛事に落ちぶれてしまったのが、何よりも、おしげの追い先を暗くしていた。仙台さえ、早死にをしなければ、と、断るごとに愚痴を思う。弟子はないし、仙台の相槌だった村康は、上方へ行ってしまったし、やむなく百を、十歳の時から、 江戸で四谷正宗と言われる神道家事では名人の山浦清丸の手元へ仕込みに預けたのだった。一時は師匠の清丸からも見込みがあると手紙で折り紙をつけられたので喜んでいたが八年目に破門すると突然田主の家へ返されてしまった。何の罪で何の理由で百人も おしげにも、わけがわからなかったのである。兄弟子たちは、出て行く百へ、出て行く百へ、後ろ指をさして、手癖が悪いと囁きあった。後で聞けば、何でもその年の正月のこと、彼が師匠の清丸について、本阿弥の招きで、両国の万八郎へ行った帰り道に、波紋を食う、災いがあったらしい。 清丸は酒に弱い、その日は悪酔いをしたらしく、万八を出るとすぐ、苦しいと言って柳橋の鈴み市、桜間八重吉の家へ慌てて寄って戻したり、薬をもらったりして、一時ほど横になっていた。ちょうど柳橋の女たちが稽古に気合わせていて、そのうちの一人二人は清丸の馴染みらしく、しきりに 解放していてくれるらしいので、百は別な部屋で餅を食べて待っていたが、うちに帰ってから気がついてみると、その日、本網から取った百両の金が、清丸の懐からなくなっていた。鈴見市の桜前へ使いを出すやら、清丸が地震で万八へ問い合わせに行くやら、三日ほどごたついていたが、その果てに何の理由も言わず、百は破門された。 師匠は口に出さないが疑われたのである。百は感じたが十八だ。生意気盛りだ。犯行もある。馬鹿にしてやる。下手でも、田無の安重の子代。弟子を盗った扱いにする師匠の家なんぞには、こっちでいてやるものか。と帰ってきた。だが、すぐ後悔したことは、諸国の刀鍛冶全体へ波紋会場が回ったことで。 もうそうなると、刀鍛冶では飯が食えない。他へ弟子につくことも、勝手に刀を打つこともできないのが掟きだ。なぜ、あの時に、立派に言い開きを。と、年の経つにつれて、恋は深く、何とか腕を磨いて、それを詫びに、と思いながら、ついに修行ばかりの六七年は、草深いの鍛冶のどまに。 うま靴やくわを叩いて過ぎてしまった百だった。湯から上がると教えは、ぬしの好きな山芋を吸っておいたぞよ、と、鳥り目の不自由さを膝歩きに前夜飯びつを探って出した。慌てて着物を変えながら百は、あ、飯は食べんのかちょっと、これからまた、たしに出かけなければ、寂しそうに。 また出て行くのかいすまねえが、おっかと膝をついて、この二三日だけ仕事を休ませてもらいて、それからはきっと一生懸命にもやるし、といつになく口をもく。それからもう一つ、頼みがあるが聞いてくれるかいはやこの中に改まることはねえだにこの子は。ように今夜は変なことばかり言うの。 他じゃねえが、目も悪い、体も悪い、おっかあに。いつまで台所を這いずらしておくな。見るたびに、おら、辛くってしようがね。だから、この間から話のある、いぐさ村の娘っ子を、嫁にもらってくれればいいに。あのいぐさの木は、おら、どうあっても綺麗だもの。こんなの家事の貧乏屋へ、主が気量好みなどしたら、誰がくべえところが、来るものがあるだよ。 ええー、と、おしげは膝を這い出して、百を、のしゃ、女をこしらえたで、それをうちへ入れてくれというのじゃろそ、そんなんじゃねえよ、おっか。と、百は手を振って、今にわかる、と、外へ出て行った。その晩、彼の母は、とうとう明け方まで帰らなかった百のことを考えて、あの子が、好きな女であって、こんなうちを、 承知で来てくれるものならば、いやな、飯盛り女や、バイタであろうと、と、寂しい、追いの諦めをつけていた。六。馬の背中が、波のように並んでいた。八王子の宿外れから大楽寺へまで、その馬市の雑踏と、喧騒が続いている。当て込みの神酒屋や、 古着屋や歌詞やあらゆる器用の誇りがむせるように立っていた。そう、入れた入れた札を。その二日の位置が終わって崩れ出した夕方である。大落寺の境内に何か真っ黒に人影が固まっていた。荒い髪に薄化粧をした二十四五の美人を薬師堂の縁側に立たせて、 おうめの肝臓と、はむらのとめが、その脇に腰を下ろしていた。ぶんらしいのが、二三十名は、確かに、その付近に立っていた。そして、三人の若い者が、入札の紙と、やたてと、札箱を持ち回って、こう、入れてはねえのか、時が来たから、札を開けるぜ、と、どなっている。村のめは、縁側に立って、 厚ぼったく取り巻いた諸国の曝老や仲買いや旅人たちを見渡して。仮にも鳥や猫とは違う女一匹、それを入れ札にして売り飛ばすといや、お立ち会いの旦那方の中には、さだみしこちたらを無情な奴、畜生同類とお下げすみもござんしょうが、これには思災のあることで。と、おとといの爆地場一件を誇張して言いふらした後。 そういう次第なんで、相手の日本座しがここへ名乗って出てくれば、相当な挨拶をして、ことの始末をするつもりでござんしたが、かっさらいも同様ないかさま老人。いくら待っていても来る様子はねえ。で、好むところではござんせんが、やむを得ずに、ここで女を入れ札にかけて、高値のお人へお渡し申します。後の苦情というご心配もござんしょうが、それは、 ここに立ち会っている、お梅の肝臓、うっさの部屋の物一度、並びに各申す、はむらのとめが、太鼓判をして、後々一切、お引き受けいたしての入れ札でござんす。飯炊きにでも、うばにでも、おめかけにでも、お使い道のある旦那方は、どうか安心して、と、とめの言葉が終わると、よ、札箱を切りますから、と、お梅の肝臓が立って、念のために、 もう一度群衆を見回した。立ち会人として、暴郎の顔役だの、田舎者への亭主だのが順にな乗った。そぎだけの先に突き刺した百名ろうそくが、何本も赤々と立って、頬骨の尖ったのや顎の角張った顔を照らしている。札箱はその真ん中に出されて、いくつもの手が中の札を手の中に揃えてゆく。 二十両下は切り捨てます。また一部から下の端下も呼び上げを略しまして、と断って、二十両一部上野原の鶴屋様、と大声で読み始めた。興味に駆られていた群衆の顔は、鶴屋だ、飲み屋の鶴屋、とその顔を探すように動いたが、すぐ次の札が、三十両ちょっきり、と読まれて、厚つの 吉熊親分様と怒鳴った。それからまた高値と渡された札を順々に受け取りながら読み役の肝臓は声を。飛んで四十一両二部、川越の貸し座敷大黒屋善六様。その次の高値が二三枚飛ばされて、七十両と一足飛びに飛んだ。誰だろう群衆がちょっと気を飲まれていると。 公衆、鮎川部屋の客人、村上三度城様。さっと、女の顔が変わった。せわしなく、その目が動いた。肝臓は、そう呼び上げて、ちょっと息を入れてから。高値でござんす。鮎川のお客人へ、落ちました。と、手を打ちかけると。おっと、もう一枚。と、札が出た。うんこれや、たけ。 つぶやいて、ただいまのは二番札で、これが落ち札になりやした。百両え、百両無数の目が、キョロキョロした。そして、肝臓の唇に神経をすましていると、落札、百両、百両、田梨村の百之助様、と、高く読み上げた。え、百だって あの、鍵屋の百か何かの間違いだろう、まさか。札元の顔役たちは、こう言って迷った。思い切った根にせられたのはいいが、いたずらか、間違いかと、不安を感じらして。リバ札の方も、少々お待ちを。と、慌てて怒鳴った。七。最後の呼び上げを聞くと、群衆の中に混じっていた百は、 転ぶように、大落寺の三門を駆け出して。七兵衛さん七兵衛さん松の陰から黒い人影が。ここじゃ、ここじゃ。どうした落ちたぞ、貸してくれ、百両。貸してくれって、ただば貸さねえよ。幽霊も話した通り。だから、おめえの書いた証文へ、藩を押すよ。藩も、ここに持ってきている。いや、家だけでなく、手とものは、地面、造作。 かずい。仕事場道具一切。くどいな。わってるよ。それから、山も。山か。と、百はちょっと暗い顔をして。実を言うと、あのや山は、うちの持ち山には違げねえが、頑固なおじきが住んでいて、先祖からのおきてを立てに、どんなに困ろうと、売ろうとはしねえから。こっちも、買うという話じゃない。方になら、あの山の茶畑に見込みがあるから。 預かってもいいということなのだ。なが、そう後腐れがあるようじゃ困るから。百三、気の毒だが。この話はまず、あだんだな。金貸しの七兵衛は、そう言って、もう、さっさと戻りかけた。待っとくなさい。百は、たもとをつかんで。ようかす、山も。この腕で、一生懸命に、稼いで返しゃいいわけだから。おうだとも、何も手放すわけじゃない。じゃあ。 半を押すから、書物を。それと引き換えに金を掴んで、百はまた息を切って、大落寺の薬師堂へ走って行った。大梅の肝臓や、羽村の留めや、また大勢の暴老たちは、何か少し話がもつれかけたらしく、がイがえと騒いでいたが、彼の姿を見ると一斉に掘り向いて、百が、と、唾を飲んだ。百は、 丁寧にこ小腰をかがめて。ではそ空た帰っても、これは、と、誰か鋭く言った。へ、ここに。そして、素早く、胴裏の暗がりに、赤子を抱いて、椅子組んでいたお稲の手を取って、人混みから闇へ、紛れてしまった。と、黒い人影の中を泳いで、百の跡を探していた、撫で方の若い老人は、 はてな、どっちへ、と、ちまなこを配って、おう、と、かんざけ屋の明かりが並んでいた寺前を、八王子の方へ走りかけた。どん、と、誰かの胸に胸をぶつけて、やさがたの老人は、にほばかりよろめいた。ごめん、と、そのまますりぬけた。おい、と、それを、錆びた声が引き止めた。 と思うとすぐにまた、村上三之女、と呼ぶのである。鮎川部屋の用心棒、と言っても、男のいい代わりに弱いのでは、甲州でも知られた村上は、ぎょっとしたように。誰だ、と言った。立ち止まって、こっちを見ていた網傘は、傘の前つばをへし折るようにめくり上げて、俺だよ、と、カマキリみたいに。 頬のそげた顔を見せたおと、三之丞は顔色を変えた。約束されたもののように、さっと青ざめて、立ちすくんでしまった。かつて自分が、国元で、不義をして、捨てた女の兄。それは、安成三五名だった。男に捨てられて、勝手に死んだ女。娘が仮名を怪我したと言って、切腹した父親。 それをサンゴベイは肉身の仇、いや、自己の生涯をも葬った悪魔だと恐ろしく恨んで自分を付け狙っている。その相手だ。しかも腕そのものが刃物みたいに切れるサンゴベイだ。三の城が震えるのは弱いのみでなく無理はない。だが、普通の人間と少し変わっているサンゴベイはこうぶつかっても、 自分をすぐに殺さないことだけは彼に分かっていた。なぜといえば、仇を憎む人間は、撃たずに生かしておくべきで、折りやるごとに、恐怖と苦悶と人生の賛美を舐めさせてやる方が、仇討ち以上の仇討ちだと言って、甲州の鮎川部屋で出会った時も、自分を撃たずに、自分の女のお稲を力ずこで、 奪って去ったような男であるから。まず、命に関わることは、と、三之条は、第一にこう考えて、気を沈めながら。安のしか。よくも来んないでは。と、言いかけると、三五兵衛は、干からびたような声を、網傘の影から漏らして。どうしたその後は。何知りたかろう。お稲の様子が、だ。」 だがお言え、あんな不定な奴。不定そうかな。おいれは元、甲府の柳町へ、江戸から流れてきた旅芸者。それを鮎川の親分に助が、値引きをした持ち物だと、俺は聞いたが。その二助の目を忍んで、村上三之丞と密通したのは不定でなく、他の男と逃げたのは、不定というのは少し変だぞ。 吠えたれ、その口を。怒るな、サの女そのうちに、いや、近いうちに、お稲はその方に返してくれよ。だ、誰が負け惜しみはよせ、未練のある草に。今夜の入れ札に二番札で、惜しいことをしたものだ。俺が、あの女を、未練で探しているのじゃない。良い気持ちでか、成敗してやるのだ。 ははは、<laughs> その腕で、その刀で、惚れた女が切れるつもりか。よせよせ、そんな強がりは。強がりか、どうか、見ているがよい。ん見ていてもいいが、三の城、お稲はウィザンをしてから余計に美しくなって、それに、ウ赤ナーはてめえの面にそっくりだ。確かに切れるか切る、切る じゃあ、今日は別れよう。それとも、一曲聴かせようか上袋から発刊章を抜いている間に、三の城の影は、もう、そこにいなかった。八。氷菓子の七兵衛が、月の末に、利子を取りに来たので、百はぎょっとした。が、いいあんばいに、おしげには気づかれなかった。 のみならず、母は、百が家へ連れ込んだ小ちの女を、はじめは疑惑の目で見ていたらしいが、いつか打ち解けて、百の嫁だったら、などとつぶやいた。それに、かわいい盛りの赤子は、この赤量な家を急に明るくした。本当の孫のように、おしげは愛した。茶受けの草餅を、 仕事場のふいごのそばへ運んできたとき。やこやと、おしげはそこにしゃがんで。おいねさんは、ご亭主があるのかいないのかいないんだとよ、うっか。初めて山で会ったときも、しらと事情を聞いたし、ここへ来てからもいろいろ聞いたわ。なんでも、元は江戸の井戸戸屋の娘だって。あの赤子ははじめは、 おらもんバブジバで見た気味の悪い老人の子かと思っていたら、今週でちょっとべえ世話になった身分のあるお武家のお年金だそうだ。どりでと、おしげは百の言うことをそのまま何もかも善意に受け取っていた。そして、しんみりと。どうじゃろうのおるひの気象と。か。おら、おいねえさんとなら、 きっと相性がいいと思うぜ。でも、先がよう。おいねさんだって、おらの運は忘れねえと言ってくれた。おっかあ、ひとつ、話してみてくんねえよ。よう、よう。この子は、と、おしげは少し呆れたように。どうかしている。あ、おら正直に言うよ。おっかあの前だが、おらおいねさんに惚れてるんだ。 でも、おしげは、年寄りだけになかなか口を切らなかった。百は、さやまのおじに頼もうかと考えたが、例の七兵衛に入れてある消紋が不安であるし、そのうちにまた、お稲が、こんな農家事の家に嫌気がさしては、などと惑われて、冬ごの前に座っても、どうも仕事が手につかない。一目ごとに、すすきは伸びて、 もう、武蔵野は、夏めいてくる。その日は、二人きりだった。おしげは相談事があると言って、遠くもない、さやまへ泊まりがけで行ったのである。それも、絡みではなく、孫みたいにしている、お稲の子をおぶって。ひくさん、今日は、早じまいにしないお稲は、少し浮いた声で、 先に風呂に入って、洗いガビに薄化粧をして。たまにはさ、と、盗むように笑った。百もすぐ風呂に入って、上がって。なんだか、こう、二人きりになると、夫婦みたいでまがわ、長織りねいいじゃないの、どっちみち。百ん飲むと、全の下へ手を入れながら、にっと笑った。 酒か。酒はと、百は目を動かして頭へ手をやった。飲んだことないのかいあるにはあ,あるけれど、おっかが酒だけはひどく嫌がるんだ。だから家では、今日はお留守だから。百は飲まないうちに赤くなった。歳はお稲の方が三つぐらい上らしいが、まるでとうも違う姉みたいな気が。 されるのだった。のゆりの匂いはどこからか忍んでくる。夕月に濡れた草の色は明かりをつけずにいた家の中へちょうど良い加減な明るさを漂わせている。ほんのりと酔ったお稲のお白いが尺なげの花みたいにぼっと浮いて。彼女は楽しそうに酒月を舐めた。子供のことなどは もう忘れているようなお稲だった。ただ、百は。や山に泊まった老母と、おじきの夜話が、時々、心の隅で気にかかった。ああ、田舎は、のんきでいいことね。お稲は、崩した膝の間から、水色の乱れを見せて。こんなところに、好きな人と暮らしていたら。お稲さん。 おめえ、いつまでもいてくれるだろうな。嫌じゃないこと私みたいな女。もったいね。百は真面目にそう言って。おめえこそ嫌なんじゃねえかこんな貧乏家事や。でも、もはとはな家じでしょ俺だって、生涯、馬の足の裏ばかり焼いちゃいねえよ。すぐ何かというと、貧乏貧乏って言うけれど。 こういう黒い家に帰ってお金ってものはあるもんですとさ。いや、金はない、金はね。あんなに隠してばかりいて。<laughs> そのお金のない人がよく大落死の入れ札にポンと百両も。不意に、野原の中へ顔でも突っ込んだような強い匂いに百はむせた。お稲の手を首筋に感じて百は荒い動機と 暑い血に目が回って。ど、どうするんだよ、おらを。じっとしていらっしゃい、おもっちゃん。よせやい。おらは家事屋だ。そんなことを言われるとくすぐって。あたしは好きさ。何がうぶな人が。と、方へ方を押し付けて。もうよしましょうよ。二人の中で。金の話なんか水臭い。そ、そうだともでもね、たった一つ、もう一つ。 私、頼みが。どんなこともう百両ほど、江戸の家へ送ってやれば、それで私は死ぬまで、ここにいられるのだけれど、なんとか、できるそうできないできなければ、私は死ぬかも。え、ほ、本んとかいあら、勘にして。嘘嘘。今のは嘘。そんなに心配しないで。濡れたまつげが、 手の百はあまりに苦しかった。でも、その酔いの夢を、不思議な道を開かれた夜を、彼は嬉しくって忘れえなかった。明くる日、お稲の子をおぶって、おしげは帰ってきた。百は母の顔にすぐ暗いものを見つけて、知れたか、と胸が騒いた。 お主や、えらいことをやったの。おじごも、噂を聞いて、驚いてござったが、もう、してしまったことは、どうなるべ。わしも、決して、お主に愚痴は言わぬがの。お稲の留守を見て、母はそう言った。ただ、あの子の希少一つが心配ものじゃ。それさえよければ、なんの、わしがそう嫁じゃねえだし、どんな。 辛抱もするべえにと、ゆべも遅くまで、お仕事、お主の話で泣いてしもったが。百よ、一体、お主は、どう考えているだねおっか、これだ。百は、手を合わせて、おらのやった悪いことは、きっと、仕事で取り返すから。そんなにまで。面目ねえが、おら、どうしても、 百は爪を噛んだ。焼き金を叩く殻敷の上に、ぽろぽろと涙がこぼれた。いじらしそうにおしげは、馬鹿よ。なんで泣いたり、こっぱおかしいことがある。主が好きという嫁に、わしが苦情を言うわけもねえだに。ただ、この貧乏へ持ってきて、百両という大借金ができちまっては、今すぐに、 嫁取る騒ぎも。言ってくれんな、おっかあ。そのことは飲み込んでるんだ。きっと、オラが稼ぎ出してみせる。この土が焼けるほど働いてみせる。それさえ聞けば。オラだって、もう嫁とる年だもの。おっかあに心配顔をされると、のかじの土が余計に鈍る。9 すすきは伸びて、夜のような夏草に、夜ごと、吹けるのを知らない野火事の家から不い語の火が真っ赤に映る。火花は雨の夜も飛んで、てん、てん、てん、かん、かん、と、ひとつ土の音が必死に響く。その土音は、百の魂だった。 百の魂は土音だった。開けても暮れても、のぞえにそれが聞こえぬ日はなかった。夏から、秋まで。だが、稼いでも稼いでも、農具や馬の金具では、百の望む金高になるはずはない。百は七兵衛から借りた百両と、お稲を喜ばす金だけが欲しかった。だが、どうして、 二百両から上の金が。で、彼が思いついて売ったのは小塚だった。それも、一本や二本では望むだけの金にはならない。秋までに彼は大小十組の小塚を鍛えた。いや、それでもまだ足らない、野火事の売った小塚が、一本いくらに売れるかと考えれば、十年土の鬼になって稼いでも、 医薬料の金が溜まるかどうだか、客も知っていた。地震でそれを知りながら、そうして必死にやっていたのは、何か一作があったと見える。石上神社の祭りで村から村に、阿佐ヶ谷かぐらの馬鹿林が、ほがらに聞こえている秋の一日だった。おかあ、ちょっくら、枝豆行ってくるぜ。何しに。 しげは不安らしかった。何心配はね。仕事のハゲ口を見つけに行くのよ。帰ってきたら借金も消すし、おっかにも安心させるぜ。にゃあ、そんな泥臭え身なりをしてゆかねえで、こっちの合わせを聞いてゆくわい,い。おや、したてろし。おっか、いつの間にこんな着物を。秩父島の木綿合わせを、百は、いそいそと身に引っ掛けて、 お姉さん、行ってくるぜ。裏で、赤子の洗い物を干していたおいは、何もかもわかっているように、手ぬぐいかぶりの下に明るい絵窪を見せて。早く、帰ってくださいね。おい、7日ばかり、留守を頼むぜ。お母かな。え暗示ないで。お母は取り目だから、夕方は余計に気をつけてやってくれ。こちょこちょと台所へ出ねえように。 昨日すでに仕上げを済ました十組の小塚を、うこんも面の端から巻いて、それを腰帯の上からしっかりと背中へ。おしげとお稲は、ふいごどまの外に立って見送っていた。江戸といえば花の先、遠くはないが、それでもお旅、七日の留守は寂しかった。百は振り返って、すすきの中からすすきの家へ傘を。 江戸へ着くと百は、バスへの基地に泊まり込んで、明る日から小塚の売り口を探し歩いた。と言っても、破門された体なので、刀屋や,や本編み筋へは向けられない。それに、彼の希望が、小塚二本一組で二十両、持ってきた十組を二百両にして帰ろうというのであるから困難だ。でも、根気よく、 構えのいい武家屋敷や、出なければ豪華の引拓、蔵前の札差し、そんなところをよって持ち歩いた。麹町の岡部という晩秋屋敷で、一組売ったのを皮切りに、札差し町人の大口屋へ一組。また、身分は知らないが、ちょうどその棚先に居合わせた一人の武家から、今は金の持ち合わせがないから、明日、 屋敷の方へ、品を持ってくるようにと言われた。百は喜んだ。四十両の現金を持って、きちんの布団の中に、幸福感と恐ろしさで膨れ上がるような心臓の音を聞いていた。そして、たなしに留守をしてくれているお稲の顔を、また母の顔、を描いては寝た。 明くる日、麻布芋坂の津田隠衛門。そう聞いた約束の屋敷を彼は探した。かなりな構えで、取次は言いつけられてあったと見えて。ん小塚を持参したかそちらから上がって、御用部屋でお待ちいたせ。やがて、昨日蔵前であった死従絡みの武家が。わしは、当家の用人隠衛門だが、 言って座った。主人ではないのか、と、百は案外だった。そして、二十両の小塚を用人が買えるかしらと、少し不安を持ったが、昨日、お目に泊まりました、あれを。遺産したかどれ、見せい。百が差し出した小塚をじっと見て、よく撃ってやる。と、隠衛門は言った。そして、 額越しにじろっと小塚と百の顔を見比べていたが。いくらじゃ二十金でございます。安いのう百はドキッとした。山浦清丸といえば、新党でも金星の上手。たとえ小塚にしても安すぎる。だが、確かかえいやさ、この清丸の名は、 そういないかというのだ。え、へい、間違いはございません。変だな。出物だと申したが、地金が,がに臭う。まだ金色も生新しいのみか。うちは上手だが、片切りのまずさ。百はいよいよとぎまぎして、そ、そんなはずはと、黙った。第一。 隠れ物は厳しく、これをその方は、誰の手から持って参ったフラジモノ名、これや、清丸の偽物じゃ。どういたしまして、決してそんな。おのれ、まだ言うか。いきなり、尺の襟紙を掴んで、畳へ引き据えると、後ろの襖へ。遠作、遠作。 どなった十。がらり、と、そこが空いたかと思うと、入ってきた一人の男が。おんてめえは、たなしの百之助。と、びっくりして言った。百は、畳から目だけを上げて。いや、兄弟子。面目ねえ。と、顔を隠した。この野郎。 よくも師匠の偽物を作って、売り歩きやがったな。この間から、清丸の小塚を売り歩く者があるという噂に、変だと思っていると、こちらの御用人様から、親切なお知らせがあったので、今日は、手薄ね引いて、待っていたのだ。そう。刀鍛冶の起きて通り、成敗してやるから来い。縄を打って、百を籠の中へ放り込んだ。遠作の挨拶。 えもんの笑い声を後に、カゴは上がった。距離悪い。師匠に会うのは百はカゴの中で髪の毛をかきむしった。舌でも噛んでしまいたかった。ご苦労、と、カゴが降りる。くぐり戸が開く。ひょいと見ると、百が覚えていた元の師匠の屋敷とは違っていた。当時の高層な構えはなく、 貧乏御家人でも住んでいそうな黒部屋囲いの、それもひどく荒れている小屋敷で、おい、誰がいねえかと呼ぶと三四人の画ツなのが遠作に手を貸して、この野郎が章の名を語ったやつは、匂いしょっぴって芋の土のかますでおっぶせっちまえ。十俵ばかりの土砂かますで百は体を囲まれた。刀舵仲間の死刑には、 随分ひどい生涯がある。耳や片腕を切り落として生かしておくのも勝手だし、殴り殺し、どだ試しに職業のもので試されても文句は言えない。どうせ、殺されるだろう。客は覚悟をしようと思った。しかし、母がある。お稲が待っている。片輪にされても仕方がないが、命だけは助かりたいと思った。殴れ 見せしめだ。遠作たちは弓の折れで百の背骨を叩きのめした。気を失うと水をぶっかけて仕事小屋へ入っていく。飯に茶受けに手すきがあると出てきて殴った。はっと気がつくとあたりは暗い。空には星が瞬いていた。着物はふのりみたいによれていた。 うん、と、百は思わず、太く埋めいた。骨の髄まで、しんしんと、痛い。だるい。精神がぼーっとする。水をかけた芋の土に、膝から下は食いしめられて、一寸の身動きもできない。がくりと、首を垂れながら、百は心で、母と、お稲の名を呼んだ。仕事場と、母屋と、 雨戸はみんな閉まっていた。もう深夜だった。ひたひたと、どこからか近づいてくる忍び足にも、つ露の粘るのが感じられる。百夜、百夜と、誰か呼んだ。間を置いて、低い声で。百夜。じっと、白い目を上げて、闇を透かしていた百は、不意に、泣き出しそうに。 顔をひっつらせて。あ、お、お嬢さん。し、静かにだよ。かもとで、声を消すように振って。どうしたの、お前。と、九死の娘。百がうち出しにいた頃は、よく喧嘩をしたり、子守りをしたり、からかわれたり、からかったりしたお袖が、懐かしそうにそばへ寄ってきた。演目ねえ、お嬢様。 殺してください。ぶち殺してください。おやしよ、そんなにわめくのは。百夜、随分お前、大人になったね。お嬢様も、大きくなりましたね。あ見違えるだろうだって、私ももう、二十二だもの。お前より、二つ下だね。まだ、お婿様は、 それどころじゃない。あれからあと。そうね。お前が家を出されてからあとは、山浦家に魔が差して、それはもう不幸ばかりが。して、お師匠様はずっと、ご病気続きで、もう幾年も土を取らずに、あの部屋に、と、ほかげのすきもる動作して、お伏せりに、 なったきりなんだよ。では、すぐそこに。ああ、お懐かしい。こんな雨でねえならば、たった一目でも。お父様は、お前の捕まってきたことを、さっき、演作から聞いていらした。穴でもあったら、入りてえ。お師匠様は、俺のこと定さめしいのか、畜生のように。 いいえ、そうは。おそでは、あたりを見まわして、不意に短い刃物で、百のナオを切ったと思うと。さあ、お前、逃げるんだよ。え、ど、どうしてお父様が、内密に、逃がせとおっしゃったのだよ。お前の気持ちは誰よりも、私が、知っているものね。それでは、お嬢様,様が、 心の命がおういいえ今ではお父様もお前を破門したことを心で後悔していらっしゃる。何もかも時の裁き。時が来ればわかるのね。百は凍ったようにうつむいていた。お前を破門したのは本神様の会の帰りにお父様が悪用意してお金をなくしたあの 疑いからだったが。そうだ。それを、この百が取ったように思われて。実は、それを見たと言って、お父様に告げ口をした悪い女があったのよ。えいや、誰かが、オラに罪をなすりつけたのかちきちゃめ。桜間さんの家で、親切らしく、その晩、 お父様を解放していた女があったろうそうらしいが、美しい女たちが見えたんで、ほら、別の部屋に寄りやした。その中に、柳橋の子犬という悪い女があったのだよ。盗んだのはその子犬で、おまけに、お前が破門された後、それを縁に屋敷へも出入りして、名人と言われたお父様が。まあ。 口惜しいじゃないか。そんな女の手に乗って。では、おめかけに。家は建ててやる。お金は三ぐ。それはまだ良いにしても、名人の土が錆びたのね。魔が差したのかもしれないわ。姉妹には入り浸り。そして女は、二年ばかり、贅沢三昧をしつぐしてから、他の男と逃げてしまうし、お父様は世間体を恥じて、 どこについておしまいになるし。ひどい雨もあるものだ。そして、その女は今でも江戸に何でも、その男とも、髪型で別れてから、甲府で二度の妻をとって、何とかいう土地の爆打地に値引きされたという話を、うちへ来る地金の仲買いが、弟子たちと噂していたことがある。 恐怖でと、百は、巨トンと、考える目をして。歳は、いくつぐらいもう、二十六七だろうね。はてな。小犬、ね。何か、心当たりがあるの小犬、小犬、ね。ね、お尺の時に、前歯を折ったと言って、この辺に、と、糸切り歯を刺して。 ちょびっと銀を入れているのが笑うときに洋フらしく見えたっけがええ、銀歯がありますかと100は息を弾ませて何かうつつにじゃあこの右のまなじりにも大きなほくろがありゃしませんかお前よく知ってるねえいや確かに子犬のここにはほくろがあるんでそれが インプの僧だと、誰かが言ったことがある。ち、っ、きしょう百は、膝をうずめている鋳の土のかますを、八方へと蹴飛ばして踊り立ちながら。お嬢さん、お嬢様によろしく。あ、お前、そんな可愛い顔して、急にどこへお情けに甘えて、百は、逃げますぜもう、お目にはかかりません。駆け出して、黒部屋の峰。 飛び上がった百の巣へ、恐れはすがって。百や、お前は、と泣いていた。ごきげんよう。お嬢様、どうか。早くよいお婿様を。もう、会えないね。幼い時の話をし合う人もない。百や、これを、もらっていってくれない串を抜いて、 百の手に渡すと、百も、涙をいっぱいに溜めて、お片身に、と、塀の上で、懐に入れた。十一。年々コロリ、年頃リ。箱の材書を問うならば、駒のお鈴に問うならば、千言旗屋の長武町。 はげにすすきにギリギリス。水は玉川布ざらし。月は武蔵の一ざらし。おかあおかあどんどんどんと、百はたらしの家の戸を叩いていた。赤子を寝せつけているらしいおしげの子守唄が、外より暗い家の中に、細々と聞こえるのである。おっかあ俺だよ。開けてくんね。 はたっと、こもり歌の声がやむと、びっくりしたように。よくかよ。おらだい。今、帰ってきた。おお、お慌てて、何かにつまずいたのであろう。暗い中で、障子の倒れるような音がした。危ねえな、おっか。目の悪い癖にして、気をつけろよ。お稲はいねえのか。裏が空いてるだ。 百、裏口から回ってこう。なんだ、開いてんのか。百は裏から飛び込んで、お稲は、と、鋭い目で、家の中を見回した。取り目のおしげに、そのちばしった目はわからなかったが、手探りで探った百の足に、ぎょっとしたように。お、慌て者が、何も早く、お稲の顔が見てえからと言って、 土足でうちの中へ上がるバカがあるかよ。脱いでる間もねえ。と、百は膝を折って、おしげの両の手をすくいとると拝むように。すまねえ、すまねえ。と、男泣きだった。先祖からのこのうちに、お顔かを置くのも、今夜限りになった。役座にできたこの百は、後で、どんなにでも、折棺してくんな。今は、何もかも。 話してる間がねえんだ。さ、すぐに支度をして。支度って、お前。おしげの声は、震えを帯びた。旅に出よう。な、おっか。じゃあ、お主のあてはいやいや、言うまい。おいては、子に従いじゃ。百よ、どこへでも、連れて行っておくれ。鳥目の母を、 百は太い腕の中へ子供のように抱きしめて。おかは怒らねえのかこのバカな百を、おく、叱りもしねえのかいなんで、わしが叱るものかよ。若いうちは人間の一生にはいろんなことがあるのが当たりめえたによ。そうだ、いろんなことがある。だがおかこれから先は、 母の体へ一酸に涙をこぼして。これから先は、もうこんな苦労は。ルシア、気がついたの。目が覚めた。おら、はっきり目が覚めた。百、気がついたの。賢いやつじゃ。わしはそれさえ、ルシアわかってくれれば。もう、そのことは、言ってくれんないよ、おっか。百も。 男だ。そうともよ。わしの子じゃ。刀かじの子じゃ。うちはねえでも。わしには、子があるぞよ。幾縁の血を相入れない。別な赤子は、おしげの肌を離れて泣き抜いていた。おしげは慌てて、そばへ寄って。百、この子を、わしが背に、おぶせてくれい。おいねの蓄章は、 言えたのかおっか。本当のことを話しても。ルシア、どうもしねえかよ。た、誰があんな生に未練があるものか。いや、ぶちまける。お主がルスになってから、毎晩のようにこのぐらい、呼び出しに来るお侍があるのじゃ。そして、明け方に帰ってくる。うん。なんでもねえや。そんなこと、あのバイタねや、ありそうなこった。 そればかりじゃなく、足しげく、金の最速に来る七兵衛さんとも、どうやらこの頃は変な話ぶりがあるで、耳うるそうてならなんだ。人間じゃねえな。そんな女のガキよ、おっか、寄せ合い。いや、そうでね。と、おしげはかぶりを振って、わしが育ってやらねば、この子はどうなると思う おびんじゃ。わしは、オブで行く。それから、ご先祖のおいはいだけを、わしの腰に。百は、見回して。おかあ。おいはいより他に、何も、持っていくものはね。手を引いて、親子は、とぼとぼと、棚子の腹を歩き出した。つゆが、雨の後のようだった。 いいあんばいに月夜だから。少しは道が見えるかいまるでこの世でないところを歩いているように見えるだよ。でも、田無しの村の衆はこれから寂しがるだろうね。どうしてお前の土の音がしなくなるもの。何うるさくなくてせいせいしたと言うんだろうぜ。と、百は笑ったが、 何気なく目が逸れた途端に、はっと息の音を締め付けるようなものを見た。十二。ほのかな月の色を浴びて、たなしの怪しげな家から肩を並べて出てきた二人連れの影である。男はわからないが、女は紛れのない老い寝である。こっちへ。 慌てて、母を横道へ誘って、半丁ばかり草の中を、むっそりと黙り合って歩いていたが、ふいに、お母ちょっとここで待っていてくんねえか一人で変な方角へ歩き出しちゃいけねえぜ。すぐにけってくるから。と、おしげが何か言う声を振り捨てて、恐ろしい速さで後ろへ駆け戻っていった。ちょうど今、 親子で、通ってきた道を、二人の人影は、生めかしく、寄り添って歩いてゆく。一人は、老輪だ。侍にしては、なで方で、気取った男である。そして、お稲は少し、酔っているらしい。ザ、ザ、ザ、と、のわきのように、男女の後ろで草がなった。何か、というように、 振り返った矢坂の老人は、チカッと白い針の飛ぶような光線をまっすぐに見たと思うと、うわっと、かみへ両手を重ねて草むらへうっぷした。いや、そのまま倒れた。あら、どうしたのさと、お稲は男の顔を覗いて、ザノジさん、ふざけちゃ嫌だよと、何気なく手をどけてみた。 耳を外れて、左の米紙に一本の小塚が深く突き立っていた。べっとりと手へついたものを血と知って、お稲はぎょっとしたように飛び抜いた。あまと、近づいてくる百の影を見て。あら、お前さん、いつへだからたった今、帰ったばかりだ。さだめし、俺の帰りを待っていたろう。七日と言ったのに。 どうしたのだろうと、毎日おっかさんと、噂ばかりしてね。ふん。もうその口には乗らねえぞ。俺は待っているはずはねえ。待っていたのは、金だろう。ほんとに、無理な工面を頼んで、私は、後で済まないと思っていたんだよ。そのうめえ口が、刀鍛冶の焼き金まで溶かしたか。よくもうな、師匠の、山浦清丸を騙したな。やい、そして数年前に。 てめえのちょろまかした師匠の金を、俺が盗んだと、告げ口をしやがったな。百さん、私にも、さっぱり、わけがわからないが。俺は元、四谷の山浦清丸の弟子、てめえに罪をなすられて、破門された百之助だ。ふな、その時の、柳橋の子犬だろう。はっ、邪魔を見やがれっぱいた。飛びかかると、お犬は、バタバタと走り出して、 のどぶえもさけそうな声で。ひぐらしやかましい襟みを掴んで百は女の体を振り回した。らん,らんとした目を輝かして、炎のような息をついて、つゆの中をずるずると、おねの体を引きずった。な中に見える、一本のぼ木の根。百は女の体を縛りつけた。おねは、微いと、 筐体の限りを尽くして、百に命を助けてくれと泣いて叫んだ。どんな辛抱も、どんなことでもするからと言った。百は、さばさばと笑って、くそでもくらえ。ほら、これからてめえを自由にするより、もっともっと胸のすくことをやるんだ。おいでと、掴んでいる数本の小塚を見せて。これやのみんな、 てめえのために、世の目もねずに打った小塚だから、ここにやるだけくれてやる。体にしまって持ってゆけ。さっと、風をついて、その一本が飛んでゆくと、ギャッと、お稲は、月へまで届きそうな悲鳴を上げた。黒い液体が、眉間から青白いその顔へ、見る間に、いく筋も流れ出している。これは、師匠のお嬢さん、恐れ様の代わりだと思え。 次に送った一本は、ブスッと、彼女のちぶさに立った。んんんと、もがくと、戦の葡萄を胸に潰したように、白い肌は血に塗りつぶされた。次へ、次へ、と、七本の小塚は、たちまち百の手から、その影へ移っていって、茨の棘みたいに白く立った。ふ <laughs> せいせいした。百は、熱湯から上がったように、全身に汗をかいて、よろよろと草の中に腰をついた。と、どこかで、すさまじい笛の音色が流れている。誰が吹くのか、横笛の音である。安成三五兵衛の愛する八冠症の音にそっくりであった。それは、 一つに生死し得ない人生の考慮と人間の感情のように恨むがごとく、泣くがごとく、また笑うがごとく。百は聞き取れていた。ぞっと、なんとは知らぬ身震いを感じながら。そして、うつつな目は一方の草むらへじっと座れていた。ごそう。 ごそと、何か黒い獣じみた影が、はっていく。小さすたる笛の音に、追われるように逃げていく。虫の息になってまで、助かろう、行きたいと、もがいている、村上三之城だった。ああ、寒い。ひゃくも、後ろを見ないで駆け出していた。 元のところまで来て、キょロキょロと、おっかあ、どうだいここじゃ、やくよ。ここにいるがな。おしげは、ゆふ深いすすきの中の一つ石に腰を下ろして、背中の赤子を下ろしていた。さ、行こうぜ。もう、何にも、余地はねえかよ。ああ、すっぱりと、余地はすんじわった。か川で尻を洗ったような気持ちってな、おっかあ。 今夜のことだろうな。おわしゃ、なんだか、少しべえ名残が惜しいが。よしねえ、うちは。ああ、よすべよすべ武蔵のばかりにゃ、月は照らねえ。どこの野添で真靴を打っても、ほら、おめえの一人ぐらい、これから先は、きっと暗記に送らせるからな。そして、お主も今度こそ、良い嫁を探しての。やめた、ほら。 当分、嫁は見合わせだ。おら、おっかを、色女だと思って暮らすからいい。バカべ言って、おふくろを、色女と思えるかいの。思えるとも、おっかにゃ、嘘がねえもの。だがしかし、百は、懐の赤い串を、じっと肌で抱いていた。杖が寒い。歩こうぜ。おや、あかも、 言いじまったのか罪がねえの。ごらんよ、この顔。憎んでいいのか、愛すべきか。百はこんがらがった気持ちの中に、じっと無心な顔を見ていたが、いきなり、母の手から抱き取って、おらが抱いて行こう。なんな軽いや、軽いや。